セルヒオ・バティスタはアルゼンチン・ブエノス・アイレス出身の元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは守備的ミッドフィールダー。視野が広く独特のリズムからの正確なパスが持ち味であった。父親もアルヘンティノスに在籍したことのあるサッカー選手であった。アルヘンティノス・ジュニアーズの一員として1985年に 国内リーグとコパリベルタドーレス決勝ではヘディングでコミッソのゴールをアシストし優勝に貢献した。同年のトヨタカップではユベントスに PK 戦の末に敗れたが両友のクラウディオ・ボルギと共にアルゼンチン代表に抜擢され翌年のワールドカップメキシコ大会制覇に貢献1990フィーファワールドカップでもレギュラーとしてプレイし準優勝に貢献した。 1993年から日本の JFL 所属の PJM フューチャーズでプレー。1994年シーズン途中から監督兼任となり、同年限りで一旦引退。1995年に JFL 所属の福岡ブルックスヘッドコーチ。1996年にトスフューチャーズヘッドコーチを務めた。2000年以降は指導者に専念し主に、 アルゼンチン国内のクラブを指揮した後、2007年からアルゼンチン U-20 代表監督、また U-23 代表監督を兼任。2008年8月、北京オリンピックでは同国を大会連覇に導いた。2008年10月、ディエゴ・マラドーナ監督率いるアルゼンチン代表のコーチに就任。2010年ワールドカップ、南アフリカ大会にて、 アルゼンチンが準々決勝で敗退した後に、同年8月、マラドーナ監督の公認として、アルゼンチン代表暫定監督に就任し、11月1日に代表監督に就任した。しかし、地元アルゼンチン開催のコパアメリカ2011に、おいて、準々決勝の対ウルグアイ戦に敗れた責任を取り、大会終了後の2011年7月25日に、 監督辞任を表明した。2012年5月、上海進化の監督に就任。2015年5月7日、バーレーン代表の監督に就任した。現役時代は、髭と長髪がトレードマークであった。クラブ代表代表。ありがとうございます。